皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。メイクは眉で8割ほど印象が決まると言われています。マスクをするとアイメイクと眉しか出ていないため、この眉メイクっていうのはものすごく大事です。大事とは言われても自分に似合う眉毛ってわからないですよね。ご自身の顔タイプに合わせて眉毛の形を合わせてあげることで、あなたの魅力がよりアップします。そこで今日は顔タイプ別にマスクに似合う垢抜け眉を提案させていただきます。何か少しでも参考になれたら幸いです。それではスタート。まず最初に顔タイプ診断をしていきます。子供顔なのか大人顔なのか判断していきましょう。今回はマスクに似合う眉メイクなので、マスクをした状態で判断していきます。それでは目の大きさを見てください。目の縦幅1に対して横幅は3倍です。目の縦幅が大きい方は目がクリッとした印象です。そのため子供顔、横幅が大きい方は落ち着いた印象です。そのため大人顔です。続いて鼻の付け根を見てみましょう。マスクをつけている状態で横を見ます。マスクから見える鼻の付け根が低い方は子供顔です。高い方は大人顔です。続いて目と目の間の距離です。目の横幅1個分よりも離れている方は遠心顔で幼く見えます。そのため子供顔、逆に目の横幅よりも目と目の間が狭い方は急進顔です。大人っぽく見えるので大人顔です。続いて額の広さです。お顔全体、生え際から顎先までを1と考えた時、生え際から眉毛の下のラインが3分の1よりも広い方はお顔の重心が下がって見えます。そのため子供顔です。反対に3分の1よりも狭い方はお顔の重心が上に上がって見えるため大人顔に見えます。続いて身長に移ります。女性の身長平均が158センチと言われています。158センチよりも低い方は幼く見えやすいので子供顔に入れます。158センチよりも大きい方は大人っぽく見られがちなので大人顔に入れます。子供顔と大人顔、どちらが多かったですか？チェックが多かった方を覚えておいてください。続いて女性の特徴が多い女性顔なのか、男性の特徴が多い中性的なお顔なのか確認していきます。フェミニン顔の方は曲線や細い線が多いです。マニッシュ顔の方は直線や太い線が多いです。確認していきましょう。こちらもマスクをした状態でお顔を判断していきます。頬などに脂肪がありふっくらとしている方、また横を見た時におでこが丸い方、骨格的ではないのでフェミニン顔です。逆に脂肪が少なく頬骨が出ている方や、横を向いた時に額が直線的な方、骨格的な印象のためマニッシュ顔です。続いて目の形を見ていきます。二重や奥二重の方で多い目に丸みを感じさせる方はフェミニン顔です。一重や奥二重の方で目が三角みを感じる方、マニッシュ顔です。続いてマスクから見える鼻筋が細い方はフェミニン顔、太い方はマニッシュ顔。続いて自眉をご覧いただきます。目の縦幅1に対して眉毛の幅が3分の2よりも細い方はフェミニン顔、太い方はマニッシュ顔です。どちらが多かったですか？これを縦軸は子供顔と大人顔、横軸はフェミニン顔とマニッシュ顔。お顔のタイプを大きく4タイプに分けます。チェックが多かったところが最も与える印象です。子供顔でフェミニン顔の人はキュートタイプ、可愛らしさや優しい印象を与えます。芸能人でいうと上白石萌音さんやニコルンタイプです。大人顔でフェミニン顔の人はエレガントタイプ、上品や落ち着いた印象を与えます。芸能人だと井川遥さんや松嶋菜々子さん。子供顔でマニッシュ顔はボーイッシュタイプです。活発的で元気な印象を与えます。芸能人だと剛力彩芽さんや広末涼子さんタイプ。大人顔でマニッシュ顔はクールタイプです。落ち着いたかっこいい印象を与えます。芸能人だと黒木メイサさんです。はい、いかがでしょうか？ご自身の顔タイプ分かりましたか？半々だったよっていう方はどちらも似合う傾向があります。
それでは顔タイプに合わせた垢抜ける眉毛メイクを提案させていただきます。まずはキュートタイプの方。キュートタイプの方は短めの平行アーチ眉がおすすめです。角度はあまりつけず、眉頭と眉尻はほぼ同じ高さにします。また柔らかい印象にするためふんわりと仕上げるのがポイントです。髪の毛よりも明るいカラーを選んで眉毛に軽さとそして柔らかさを演出していきます。また大きめのアイブロウブラシを使うとふんわりとした発色が作りやすいです。眉尻は口角と目尻を結んだ延長線上にすると短く仕上がります。眉山は黒目の外側の延長線上にするとバランスが綺麗です。眉頭から眉山までまっすぐつなげていきます。あまり角度をつけないのがポイントです。上のラインに合わせて下のラインが平行になるようにこちらもまっすぐ仕上げます。眉山から眉尻は丸みをつけて平行のアーチ眉を作ります。眉山は丸くなるように意識しましょう。眉頭は明るいブラウンでふんわりと描きます。そして最後足りなかったところだけちょこちょこっと描き足します。一本ずつ毛流れに合わせて増やしていきます。ここで描きすぎてしまうとふんわり感がなくなってしまうので注意です。そしてスクリューブラシでなじませます。輪郭をふんわりとぼかします。キュートの人は仕上げにピンクもしくはレッド系をふんわりとのせると可愛さとおしゃれ度がアップします。眉マスカラは髪色よりも明るいカラーを使い柔らかさを演出します。もしくはレッド系を使っておしゃれに仕上げてもいいです。キュートタイプの可愛らしい印象をさらに可愛くおしゃれにアップさせた眉が完成します。続いてエレガントタイプの方は長めの平行アーチ眉がおすすめです。眉尻をしっかりめに仕上げることで大人っぽくきちんとした印象を与えます。小鼻と目尻を結んだ延長線上です。目尻の羽が長い方は小鼻と目尻の羽を伸ばした延長線上にします。眉山は黒目の外側の延長線上にします。髪色と同じもしくはやや暗いアイブロウペンシルを用意して眉山に少し丸みを持たせて眉尻につなげます。眉毛1本ずつ増やす気持ちで丸みを意識しながら輪郭を整えます。同時に毛が薄いところも毛を増やすように描き足していきましょう。眉頭から眉山は毛を1本ずつ増やしながらストレートのラインになるように整えます。また下のラインも上のラインと平行になるようにストレートに整えます。眉山から眉尻は徐々に細くなるように調整をします。そして丸みが出るように仕上げます。眉尻は少し濃いめに仕上げましょう。眉毛全体のバランスを見て毛が足りなかったところは毛流れに合わせて描き足します。続いて眉頭は明るいアイブロウパウダーを使いふんわりと描き足します。眉中から眉尻はもう形が整っているため描くのではなく徐々に暗くなるようにパウダーで色をのせる気持ちでグラデーションをかけます。そしてスクリューブラシで全体をなじませた後コンシーラーを使い眉尻の輪郭を整えます。輪郭がしっかり出ることで大人っぽく見えます。毛流れとは逆方向から重ねた後毛流れをきちんと整えます。眉マスカラは髪色と同じもしくはより暗いカラーを使用すると落ち着いた仕上がりになります。ストレートを加えたアーチ眉にすることで垢抜け感がある上品な眉に仕上がります。ボーイッシュタイプの方は短めの平行眉がおすすめです。自眉を生かした自然な眉に仕上げるとカジュアルダウンしお顔の印象とバランスがいいです。自然な眉に仕上げるためパウダーをメインに使用します。髪の毛と同じ色もしくはやや明るいものを選びます。眉尻は口角と目尻を結んだ延長線上。目尻の羽を長くしている方は目の横幅を足していることになるので口角と目尻の羽が終わるところを結んだ延長線上にします。眉山は黒目の外側です。全ての線ストレートを意識して描いていきます。眉山から眉尻まっすぐにつなげていきます。
眉山は少し高さを足すことで小顔に見せる効果があります。眉頭から眉山もまっすぐにつなげます。眉頭から眉山のストレートの線に沿って下のラインも平行になるようにまっすぐに仕上げます。眉頭から眉山まではほぼ同じ太さになるように調整をします。下のラインをまっすぐにつなげます。少し暗いブラウンを使うといいです。眉頭は明るいブラウンを使いふんわりと仕上げます。ペンシルを使って足りなかったところを書き足します。毛流れを意識して1本ずつ増やす気持ちで書き足します。書き足しすぎは注意です。スクリューブラシを使って輪郭をふんわりとぼかします。この一手間で自然になじみます。眉マスカラは髪色と同じ色もしくはやや明るいものを使用します。毛流れとは逆方向から重ねた後毛流れの方向に重ねます。仕上げに毛を立ち上げると元気な印象に仕上がります。このように自眉を生かしたナチュラルな眉に仕上がりました。元気で若々しい印象を与える眉です。クールタイプの方は角度のある長めのストレート眉がお似合いです。しっかりと眉を描き強調させるのがポイントです。目尻の羽が長い方は小鼻と目尻の羽を伸ばした延長線上にします。眉山は目尻の位置で少し高さを足しましょう。眉山から眉尻まで直線でつなげますが、この時毛を1本ずつ足す気持ちで描き足すと自然に見えます。眉頭から眉山も直線でつなげます。毛流れに沿って増やす気持ちで。眉山は眉頭の3分の2の幅になるように眉山の下のラインを決め、眉尻に向かって直線でつなげます。眉尻はしっかりめに描き足すといいです。そして眉頭から眉山まで直線でつなげ、全体のバランスを見て毛が薄いところを描き足します。スクリューブラシでなじませた後、眉頭はやや明るいブラウンを使いふんわりと描き上げます。眉頭から眉尻までグラデーションをかけます。コンシーラーを使い輪郭をくっきりとさせます。アイブロウマスカラは毛流れとは逆方向から重ねた後毛流れを整えます。髪色よりも暗いアイブロウマスカラを使うと眉を強調させることができます。このように意志の強さを感じさせるキリッとしたストレートの眉が完成します。いかがでしたか？今回はマスクに似合う眉毛メイクというところにフォーカスを当てて提案させていただきました。今回は自分の魅力をさらにアップするためにご自身の顔タイプに合わせた眉メイクだったんですが、なりたい印象で眉メイクを選んでいただいても構いません。何か少しでも参考になれたら幸いです。以上、最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタンとチャンネル登録、そしてインスタ、ツイッターのフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。